どうも、セラです。今回は見下される人がすごい人である理由ということで話していこうと思います。このチャンネルでは一緒にいるだけで周りを笑顔にし心を軽くしてしまえる人を増やしていくための知識っていうものをお届けしていますので、興味があればぜひチャンネル登録していただけたらなというふうに思います。でですね、見下すっていうような行為がありますよね。よく会社でも人から見下されてしまったりとか、上司から見下されたりとかっていうことがあったりすると思うんですけど、この見下すっていう行為って実は一つの条件の下で比べる行為なんですよね。つまり収入であったりだとか、仕事ができるできないであったりとか、そういった条件っていうものがあるからこそ見下すっていうことができるわけなんですよ。こうやって条件を決めるから上下っていうものが決まるわけであって、別に人間に下も上もないわけですよね。同じ命なので。だから僕らが誰かと比べたりしてる時っていうのは、必ず一つの側面っていうものを引っ張り出してきて、そこで比べているわけなんですよ。比べられてる部分、見下されてる部分っていうのは一つの側面でしかないということなんですね。だからいちいち落ち込まなくていいんだよっていうことなんですよ。だって普通に考えて、例えばね、じゃあ髪の毛が短い長いってあるじゃないですか。でこの時にお前の髪の毛短いな、俺の方が長いからなっていう風に言われても別に悔しくないと思うんですよ。でなぜかっていうと、こんな一つの側面でしかないからですよね。まあ自分がね重要視していないっていう問題もあもちろんあるけれども、でもその程度だっていうことなんですよ。結局のところどうでもいいことを言われてるだけだっていうことなんですね。だから大事なのは相手の土俵に立たないっていうことがすごく大事で、相手がこれは重要だってね、思ってること、これは優先すべきだって思ってることがイコール自分にとっても優先すべきことなのかって言ったら全然そんなことはなくて、自分がね、低い能力しかない、自分があまり不得意なことなのであれば、別にそれを自分の優先度として高くしなければいいだけの問題なんですよね。だから相手が自分のことを見下してきている時っていうのも、相手が見下すっていうその条件を自分が飲まないっていうのがすごい大事なんですよね。自分が同じ土俵に立たない、相手が比べようとしているものは自分は別にどうでもいい、自分の優先順位っていうのはそこじゃないっていうふうに考えていくことによって、まずね、その見下されるっていう行為から自分を守ることができるわけなんですよね。だからまずは条件だけで自分の価値っていうものは決まらないんだっていうことを覚えておいてほしくて、この条件だけでね、まあ人の価値を考える人であったりとかっていう人はいるわけなんですよね。自分と比べてあいつは例えば収入が低いとか仕事ができないとか、まあそういったね、しょうもないことで見下してくる人っていうのもいるわけじゃないですか。でもそういう人たちが失ってしまっているものって何なのかっていうと、結局のところね、比べられた人の痛みっていうものを知らないんですよね。だから自分はこれで勝ちたいみたいなね、この条件において勝ちたいみたいな、このまあ自信のなさから生まれるものなんですけども、そういうことを普段からしているから、まあ人をね押さえつけて自分がその上に立つっていうことを普段からしてしまってるわけなんですよ。でそういうことをしているとどうなるのかっていうと、下にいる人の痛みっていうのが全くわからなくなってしまうんですね。でも比べられている側っていうのはその痛みを知っているわけなので、人はねその痛みを知ることによって優しくなれるし強くなれるんですよ。だから逆に言うと、その人たちが自分の心っていうものを成長させてくれているということになってくるわけなんですよね。つまりどん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 自分のポテンシャルっていうものが上がっていってるということなんですよ。で僕は以前ね、自分のメールで、まあメールで今は LINE のね、記事とかにもしているんですけども、痛みを知っている人って最強なんだよっていう話をしてるんですよね。でこれどういうことなのかっていうと、僕たちってね、自分が経験したことをより、まあ、臨場感を持ってね、理解することができるっていうことがあって、例えば、自分がリストラされたっていう経験があったら、他のリストラされた人の気持ちってめちゃくちゃわかるんですよね。でも、僕、リストラされたことないから、リストラされた人の本当の辛さって知らないんですよ。だから、これを知っているだけで、その人の気持ちをどん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 理解してあげられるし、その人の心を許し上げることができるわけですよね。だって、その人が、あ、この人も一緒のリストラされた人なんだって思うだけで、もう、この人の言うことを聞こうとか、この人についていこうとか、この人だったら話してもいいやって思えるじゃないですか。こうやって、実際にそれを経験している人ってめちゃめちゃ強いんですよね。で、こうやって見下される人であったりだとか、比べられる人って世の中いっぱいいるじゃないですか。で、そういう人たちの痛みを知ってあげられる、寄り添ってあげられるってすごい強みだなっていうふうに思うんですね。だから、そんなに苦しまなくていいんだよっていうことなんですよ。
見下されて、なんかね、しょうもない人たちにね、一つの条件を引っ張り出して比べられて下に見られただけであって、そんなことはね、別に今は気にしなくていいし、でね、そういう風なね、痛み、比べられた痛みっていうものを、いろんな人に対してね、私その気持ちわかるよっていう風に言ってあげられるっていうのは、かなりの強みになるわけなんですよね。だから僕は見下された経験がある人、痛みを知っている人っていうのはすごい人だなっていうふうに思ってるし、強い人だなっていうふうに思っているんですよ。で、僕もね、すごく悩んでいた時期に、あ、この人の言うこと聞きたいとか、この人に救ってもらいたいっていうふうに思った人は、やっぱり同じような痛みを知ってた人だったんですよね。だからこうやって痛みを知っている人っていうのは、綺麗事じゃない、本当に地に足ついたことっていうのを話せるから、だからね、僕はそういうね、痛みを知っている人、見下された経験であったりとか、失敗した経験であったりとかね、死にかけた経験をしている人とか、そんな人たちの、まあ、セリフであったりとか、話の方が臨場感があったりだとか、まあ、ストーリー性が感じられたりだとか、なんかこう、綺麗事だけじゃない、本当のね、なんか息の吹き込まれたような話っていうものに感じるんですよ。だからそういう痛みを知っているってすごい大事だなっていうふうに思うんですよ。だから痛みを知っているから理解できるんだっていう、まあ、そのねマインドセットっていうものを持っておいてほしくて、あなたが今ね悩んでいることであったりだとか、人からどういうふうな扱いを受けているかとか、これまでの痛かった経験、苦しかった経験っていうのは全て財産なんですよね。目の前の人に届ける、自分同じように苦しんでいる人たちに届ける財産なんですよ。だから自分はそういった痛みをどういうふうに緩和させたのか、自分が見下された時にどういうふうにパラダイムシフトさせたのか、自分の考え方を変えて、そこに気にならなくなったのかっていうことを自分の中でストーリーとして組み立てていくだけで、それがね、人に対して感動を呼んで、その人にね伝えたことによって、いろんな人がね、あなたと一緒にいたいとか、あなたの話をもっと聞きたいとかって言って集まってきてくれるわけなんですよね。僕の周りはそうやってね、自分の失敗談とかを話して、いろんな人が引きつけられてきてね、それがビジネスになってるとかっていうのもたくさんいるわけなんですよ。だからそういった失敗ってすごい財産なので、ぜひ自分の中でね、マイナスに捉えないっていうことをね、意識してみてもらえたらなというふうに思います。見下されるっていうことは、それ単体だけを見てしまった時はマイナスに感じるかもしれないんだけど、そこに対してどう向き合うかによっては、それが自分をすごい人にしてしまう、魅力的な人にしてしまうような種になっているということなので、まあ、ぜひね、自分の今、見下されているっていう経験をですね、宝物にしていってもらえたらなというふうに思います。で、こういうふうにですね、まあ、自分の経験であったりとか、自分の痛みっていうものを、自分の中でね、変えていくというか、パラダイムシフトさせていって、自分が成長していくことによって、それを笑い話に変えていけたりだとかね、人の勇気にね、変えていけたりだとか、っていうふうに、一緒にいるだけで明るくなる、楽しくなる、心が軽くなるみたいな人を増やしていきたいなというふうな思いでですね、まあ、僕は LINE とかメールとかでいろいろ発信をし続けております。本当にね、今までたくさんの方々からね、夫婦関係が良くなったとか、友達関係が良くなったとか、ビジネスがうまくいき始めたとか、いろんなね、返信をいただいているわけなんですけども、でそうやってね、自分の状態が良くなっていって、でその状態が良くなっていった自分が、周りに笑顔を届けていったりとかね、心を軽くしてあげられたりとかっていう価値を届けていくことによって、まあ、いろんなね、プラスの影響の輪っていうものが広がっていったらなっていうふうに思っているので、ぜひあなたにもね、その一員となって、周りを笑顔にしていってほしいなというふうに思っています。具体的にはね、自然体で周りから愛されたりとか、魅力的に見られる方法っていうものをですね、日々これを意識することによって鍛えていこうぜってことを話していってる LINE があるので、ぜひそちら友達追加していただけたらなというふうに思います。友達追加していただいたらですね、あざとい人たらしっていうものを解説したですね、電子書籍っていうものが、プレゼントとして送られてきてですね、そちら読むだけでですね、かなり今までの自分の常識であったりだとかね、コミュニケーションの技術っていうものが格段に上がると思いますので、まあ、ぜひね、今すぐ読んでいただけたらなというふうに思います。どちらもね、コラムも、いろんなね、こう普段の記事とかのコラムとかも、あのプレゼントも LINE の追加で、受け取れるようになっておりますので、ぜひ概要欄から参加してみてください。で、毎日こんな感じで動画もアップしていますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。